よいしょ。眠い。寝たけど。うは。眠いねー。うー。よし、寝すぎってね、寝すぎ。顔むくみすぎ、寝すぎ、顔むくみすぎ。食べすぎ、眠すぎ。ベッドにいたから顔がむくんでる。ちょっと治ってきた。でもこれ綺麗な二重で羨ましい。綺麗じゃない、たまに一重とか三重とかになるけど。うん、こういう感じになる。やばい、戻らん。そうなるけどね。確かにちょっと治ってきたねって。鼻やろ、ちょっとね治ってきた。傷だからね、ニキビじゃないから治ってきたけど。すっぴんの唇も可愛いです、ありがとうございます。たくさん寝て逆に疲れないの。疲れないな。ずっと寝てたわけじゃないから、なんか何日間もずっと寝つけなくて、久々にちゃんと寝爆睡できたって感じ。みんなになかなか公演もないから、会える機会がないから、お互いかは分からないけど、寂しくなっちゃって配信しちゃいました。今日はめっちゃ寝たし、顔もむくんでるから配信しないって決めてたんですけどね、しちゃいましたね。嬉しい？嬉しい。フィクも嬉しい。かわいい。みんな。フィクに会ったことないから会いたいって、会いに来なさい。待ってるよ。いつ会う？
ブレスレットがお揃いにしたいだって。あ、ブレスレット欲しい。じゃあ紙ゴムで。これがね、今あるか。みんな大丈夫かな。本当に心配、みんなが。髪伸びてますね。伸びましたね。伸ばしてますけどね。成人式まで。ミクにぶりっこしてだって。ん？結構似合わない。ちょっと待って、ちょっと近くに来なさい。こらこらですね。近すぎるのも良くないんですが、こんぐらいかな。台風ね、あのね、雨がね、すごかったね。半目でイエーイしてほしい。イエーイ。そのミクも好きって、ありがとう、嬉しい。嬉しいな。本当に着ないね、これね。半目で叱って、こら。味噌の名前、ナオパック。また名前変わってる。うん、鼻のすい、これね、怪我して痛いの。もうちょっとで治るかな。うん。あ、怒ってるイメージついちゃいましょうだって。あ、確かに配信で怒っちゃった。怒んないよ。もっと可愛くして配信したいけど。可愛くして配信したいけど、可愛くできません。なんでかっていうと、メイクめんどくさー。まあ、メイクするのめんどくさいからやりたくない。許して。え、投げキッスって。めんどくさい。メイクなくても可愛いよだってこと。許してね。リップだけ塗ろうかな。モアリップ、モアリップだけ塗るかも。ちょっと唇がカサカサしちゃう。よいしょ。うん。よいしょ。
服かわいい、ありがとう。ファンの人にもらった。香水を振りました。香水に香りが好きなんで、最近は。ミクリンは怖い羽好き。怖い羽好きじゃない、怖いもん。一人で行動できなくなっちゃう。香水何使った？香水いっぱいあるよ。いろんなの使い分けてるよ。靴下履こう。寒いね。なんかね、冷房が効きすぎてて。ドーン。タワーだ。タワーが出てるぞ。友近さん、友近さん、友近さんだ。友近さん、タワーありがとうございます。ありがとう、嬉しい。友近さん、靴下見せて。靴下わざわざ取り出すのめんどくさかったから。キャッ。クラフトホリックのスリッパにした。友近さんいる？どこだ？いた。昔から知ってはいたけど最近好きになっちゃいました。ありがとう。写真集もたくさん買いました。ってキャッ。友近姉さん、姉さん、友近さん、ありがとう。嬉しい、ありがとうございます。友近お兄さんなのか友近お姉さんなのか。ありがとうございます。嬉しい。新春楽しみにしててね。君好き、君好き、君どこ、君どこもカラオケに入ってるかな。君どこカラオケ入ってるかな、どうだろう。カラオケ入ってるかな。入ってたらいいね。入ってるの？そうなの？あのね、ショールームのカラオケにはね入ってなかったよ、前見たら。ちょっと上に上げたいな、これ。来た来た。めっちゃ喉乾く。カラオケしないの後でする。話したい。ダメ、話したいな。今家では何して過ごしてるの？家では寝てる。寝てるかな。今日寝た。あとネットフリックス見たりとか SNS 見たりとか、メンバーとお話ししたりだとか、いろいろ。
写真集の打ち合わせかな今は。あと仕事の打ち合わせかな。やっぱ家でできる打ち合わせが多いかな。打ち合わせ、仕事の打ち合わせかな。打ち合わせがないときは好きな時間を過ごしてるよ、うん、そうね、まあ、リモートっていうよりかは、まあ、自分で考えて一見出してって感じかな。なんか私がすぐは決めれないこととか、なんか大抵仕事のこととかって後になって、その時浮かばなくて後になってパッと浮かんだりすることが多いから、一旦持ち帰らせてもらうよね。仕事は一旦持ち帰って考えることが多いから、その一旦持ち帰った仕事を話したりかな。間違えらせてもらって、そうね。ミクさん、名古屋飯に興味ありますか？あるある、ご飯興味あるから、インスタとかのねおすすめ欄とかによくご飯とか出てくるけど、大抵美味しそうって思ったの福岡にないから、京都とかが多いかも。京都とか仙台とか名古屋とかが、名古屋が割と多いんだよね。その美味しそうだなって思ってるお肉が名古屋にあることが多いから、名古屋のねご飯とか気になっちゃいますよ。あの米田コーヒーとかよく愛犬とかも連れてね家族とね行ってたんですけど、米田コーヒーの本店が名古屋って知って、名古屋行った時は米田コーヒーとか行ってましたね、うん、そうチェーン店ですね。京都から取り寄せたお菓子は何でしたっけ？茶の香ですね。お菓子っていうよりかはデザートっていうか抹茶のやつだから、そうですね。うん、米田コーヒーとか熊本も米田増えたよね。おー、あんまねいかんちゃんね。最近怪我して治らないものが多いこことか怪我しちゃった、なんかしたね、なんか中に血が溜まっちゃって治んなくなっちゃった。これそう、なんか手の中に血が固まって、それを皮膚がもう覆っちゃったからなんか治んない。手の怪我ってよく全然ここも治んない。これ鉛筆の芯入っちゃってずーっと小学生から治んないや。今ねネイルしてない、ネイルしても別にねなんか見せれる機会もあんまないから、自分で爪磨いてって感じ。爪綺麗って言われるけど、これは自分で爪磨くくらいかな。なんか手とかちゃんとしてるかな。髪の毛もねちゃんとしようと思ってるけど、起きたてほやほやで櫛で解いてないからもう無理。ちょっと髪の毛もね綺麗にしとかないと、配信なんでね。足の爪も磨きますね。足は爪切ったところであんまし伸びないんで、手よりかはあれだけど、夏とかは特に見えるから
筆は何使ってたかな。鉛筆はね、小学校の時は2B じゃないとダメって言われとった。私ね HB がめっちゃ好きやったんですよ。でもなんか色が薄いのはダメみたいななって、なんか習字それこそなんかの時とかは鉛筆で書くやつとかは B じゃないとダメでしたね。そう B じゃないとダメでした。でもうちは HB が好きでしたね。そう、なんか学校で決められてた、そのなんか2B を使ってくださいって。いやそうや、なんかね薄いし柔らかすぎるから、そうそう、なんか 2B で書くよりも HB で書く方が字が綺麗。わしも HB が好き。そう HB が好き。美術は 4B 以上使ってた。美術か、シャーペンはシャーペンダメでしたね。シャーペンダメだった。めちゃめちゃ厳しかったの、うちの学校。シャーペン持っていちゃダメでした。中学くらいからシャーペン確か OK になったけど、なんかカチカチカチっていう音がダメで、その授業中の。そうでからなんかダメでしたね。ただあとテストの時もシャーペン使っちゃダメでした。なんかそうシャーペンの中になんか紙入れて答え見てた人がいたらしいからすごくない？だから鉛筆しかダメでしたね。そう鉛筆、シャーペンはダメでしたね。しかも学級委員やってたから、自分があんま使ってないかも。めっちゃ好きだったけどシャーペン。0.3 好きそう。0.3 めっちゃ好き。0.3 がめっちゃ好きでした。一般の友達って何人くらいいますか？一般の友達、連絡を取る一般の友達やったら3人です。少ないですかね。でもあとは幼馴染とかかな。なんか親同士も友達でとかはいっぱいいるけど、なんか親同士が別に友達なくて普通に友達とかだったら、あ4人、5、6人、10人もいないですそんないないですかね。自分があんま連絡を取らないからいないですね。ですかね。でも自分では多い方だと思うけど、割とミクメール今来たぞ。だってあそう送ってた。嬉しい、みんながメール取ってくれてるんだって思った。ちょっと嬉しいね、ありがとう。メールとかにしか伝えない。最近ショールームしてるとき、試合頑張ってきました。お疲れ様です。マナちゃん5年間欲求不満ですゲしてあげようか、癒してあげようか。ドゥーム来る？みくちゃんメールね、楽しいし、いつも楽しみにしています。楽しいし、いつも楽しみにしています。ありがとう、嬉しいな。モバーメ来た、モベン送った。クドヤンさんこまおう、こまおうよ。
ただし大量に来るときは覚悟が必要。いっぱい送っちゃう。最近あんま送らないけど、そこまで100通とかね。やばかったね、企画でね。みくりんはガチ恋されるの嫌ですか？ん？ガチ恋？まあ、いないからね、ガチ恋人。どうだろうか、わかんないや。でも度が超えてないなら全然、そんな好きって言ってくれるの嬉しいけどな。うちはみくりんのほっぺ柔らかそうだって。触る？そうですね、確かに。張りがあるよ、でもちゃんと張りがある。女だけどガチ恋になってもいいですか？ピーちゃんが辛くならなければ。なんかガチ恋の人大抵自分で辛くなって病んでいって、なんかいなくなるみたいな人がほとんどなんだよね。ピーちゃんが辛くなくな、なかったらね、全然いいけどね。嬉しいよ、ミクはね、好きって言ってもらえるの嬉しいよ。うん、でもガチ恋の人ほど教えん早いからさ、多分合わないんだと思う、うちと。性格が。いつまでもいます、だって。 ありがとう。ガチ恋のお迎え来たよ、ガチ恋のお迎え。 ガチ恋のお迎え来たけど大丈夫、乗らなくて。ベストフレになりましょう。いいよ、なろう。半分くらい人減りそうって。あんまり、なんか昔と比べていなくなったけどね、ガチ恋の人。ガチ恋、でもミクの性格があんまりガチ恋の人を生む性格じゃない、きっと。きっとそう。ガチ恋って何？うちもあんま分からん。ミク、幸せになってね、だって。一緒に幸せにならないの？一緒になろうよ。ディーディ多い？ミクモンファン。どうだ、わかんない。でもたくさん一途に愛してくれる人はいっぱいいるよ。わかんない、それか隠してるだけかもしれないけど。でも大体なんか自分の中ではなんか DD っていうよりかは、なんかいろんなメンバーを好きで、その人がミクのことを好きになってくれるって感じかもしれない。でもミクのファン自体が DD になるとかは経験上あんまりないんだよね。なんかみんなどうだろう、わかんないかも。なんかでもミクのことめっちゃ普通に愛してくれる人はいるし、嬉しい。そういう人が一人でもいるのがめっちゃ嬉しいな。ミクファン愛が強いイメージ。優しい。みんなミクが落ち込むようなことをまずしない。ミクにも他の人にも優しいかな、みんな。なんか好き。ミクが好きで、ミクがいる HKT が好き。かわいい。ミクモンモンは何で落ち込むん？ミクモンが落ち込むとき？理由がないとき？
理由がない時落ち込むかな。なんか分かんない、何で落ち込んでるか分かんない時に落ち込むから解決がない、分かんない。でもあんま落ち込まないようにしてるけど、なんだろうね、寝れない時かな。なんかどうしても寝たくても寝れない時落ち込んじゃうかな。やっぱなんか睡眠って大事なんだなって、自分にとって。なんか体は元気でも多分メンタルが元気じゃないから、睡眠は大事だよ本当に。落ち込んだ時何してますか？落ち込んだ時何してもね、無駄なの。何しても楽しくないから何もしない。黄昏る、壁見て空見て黄昏る、寝る。あと何しても楽しくないもん、何もしない。もうすることがめんどくさいから黄昏るしかない、うん、かショールームするかな。ショールームか、ショールームしたら元気になっちゃうんだよね。なんかね、ショールームして元気にならなかったことなんて一度もないんだよね。ショールームかな、ショールームするか、みんなに会う、みんなと話す、 SNS する、したらなんか自然と元気になってる。好きな人との時間をやっぱ作るのは大事ですよ、こうやって今みたいにかな。落ち込んだ時とか悩んでる時に釣りをするのはいいよ。だって、あ、釣りはよくやってたんですけど、お父さん、それこそお父さんと一緒に釣りやってたけど最近してないですね。釣りは好きですよ、なんか川とか行ってね、釣りしたいですね、心が落ち着きそうで、うん、うん。お父さんも釣りするの。お父さんとはね、バス釣りに行ってました。でもなんか私があんまりバス釣り全然釣れなくて、一匹も釣れなかったんですよね。4時間くらいやってて周りばっかり釣れてて、だから諦めました、うん、うん。唇がプロプロ。ヤホーミク元気だって。イエーイ。みんなは定期的なモアリップ、定期的なモアリップ。さっきからリップ塗りすぎじゃないだってね。インドア派だから日焼け、わらだって。インドア、アウトドアが外出るイメージでしょミクね。どっちもなんだよね、アウトドアでもありインドアでもあり、どっちもなん、うん。カラオケいいね、わかる。頬杖よくしてるミク、頬杖しちゃうね。こうやって手の置き場がちょうどなんかぴったり、頬杖にぴったりです、ぴったりですね。マックスとイブは今いないよ、今いないけど、なんか寝ててなんか違和感あったんよ足に。何やろうと思ったらマックスのおもちゃが出てきた。カフェ行くの好きだって。カフェ行くのはあんまり行かないんだけど、カフェは好きよ行くの。あんま行かないけどね。でも女の子みたいで好き。なんか美味しいしねカフェね、うん。あんま行かないけどね、気分が乗らないと。なんか仕事終わったらすぐ家帰りたいからさ、あんま家から出たくないんだよね。だからなんか頑張ったご褒美が欲しいなとかあんま思うことはないんだけど、まあ、行きたいっていう時があんまりないけど、行こうってなったら行くかな。まあまあ、いつもすぐ家に帰ったりするかな。そう思う時があんまりないな、うん。めっちゃ元気だったら行くかもしれん、
メンバーの誘いなら行くでしょう。基本あんまり断らないかな、メンバーの誘い。か、わかんないけど、その時のあれだけど、別に予定がなかったら行くかな。わかんないです。え、嘘ついてないのに車が通る。嘘ついてないよ。嘘つかないもん。好きなバンドはユニゾンスクエアガーデンか。バンドだろ。バンドね、バンドっていうのか分からんけどね。またリップ塗っちゃった。バンドあんま分かんないかも。かわいい嘘ついてだって。かわいい嘘、かわいい嘘、大嫌い。最近お買い物しましたか。買い物、買い物してないかな。してな、あ、ネット注文でこの間帽子かな、帽子が欲しくてお母さんが頼んでくれたんですけど、そう、ネット注文は私あんまりちょっとそういうの分かんないタイプだから、ネット注文とかそういうのは親に任せっきりなんだけど、まあでもそっか、でもね、違う、それはお母さんがタンプレって言われたから違うか。最近買い物してない、買い物してない。ご飯を注文したくらい。買い物してなかった最近。なんかしたかな、ないかも、してない、買い物してない。今日アイス5個食べた、びっくりマーク、嘘です、だってかわいい。食べたの、アイスは食べた。最近焼肉食べましたか。食べてない。自信のある決め顔して、できない。すっぴんで寝起きだから、寝起きっていうかずっとぐーたらしてたから、ちょっとね顔がいけてないっすよ、ごめんなさい。できないわ今日は。ダメだ、今日棒アイス食べた、いいね。旅行行くならどこ行きたい？どこ行こうかな。旅行？海が綺麗なところ、透き通ってるところがいいか。海外かな、海外行きたい、海外今行けんけど。